はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月26日相場解説は5時22分からの開始になっております。日足それから4時間1時間と見ていくんですけども、だいたいエントリーが向きやすい、エントリーがしやすい時間帯といいますかね、方向性っていうのはトレンドが発生してる時ですよね。右上がりのトレンド、それとも右下がりのトレンド、どちらかしかありません。上がりのトレンドではバイで、下がりのトレンドではセルで、まあ一方的に取っていけるわけなんですけども、なかなかエントリーしたくてもできないのがレンジの時なんですよ。横ばいの時で、今まさにそこに入ってますんで結構ね難しいと思いますが、これ前々からお話してますと通りにね、レンジも幅が決まれば、上底に当たればセルで、下底に当たればバイで、両方取っていけるわけなんですよ。ただしこのレンジの幅がそこそこないといけないですよね。レンジの幅が10ピップスくらいだったら、もう完全に手数料だけでやられちゃいますんでね。やっぱり20ピップス以上は最低欲しいかなっていうところで、まあできれば30ピップスくらいね、この幅があるといいんじゃないかなと思います。もちろん上級者になっていけば、小さなピップスでもね、きちんと取っていきますけども、私たちが求めているのはそういうところではなくてですね、まあ大体勝てるところで勝っていくってことですから、無理なく、最小限の力でね、大きな結果を出していきたいなってところですよね。4対6の原理でございます。それでは、画面を切り替えてご覧いただきましょう。こちらです。これデイリーなんですけども、デイリーはね、前々から言ってます通り、こういうふうな、ちょっとずれちゃいましたけども、こういうふうな状態と、あと過程がこういうふうにありましたけども、過程はこういうふうに修正しましたよね。というところで、昨日大きな陽線が出てますけども、もしエントリーするんだったらね、まあ、下の方にいますから、倍で取れているんではないかなと思います。もちろん私、倍はちょっと進めませんよ、今。レンジの間ですからね。で、レンジの幅なんですけども、それはね、結構あるんですよ、今。50から60ピップスぐらい、ここに、幅がありますんで、ここね。この幅ですよ。ですんで、上に当たったらセル。上に当たったらセル。ね。下に当たったら倍で、十分取っていけると思います。そう考えたら、昨日は、倍に入るようなタイミングではなかったと思いますんで、昨日入った方は結構ね、勇気がある方だなと思いますよね。もちろん、こういう風なやり方もあるんですよ。真ん中に線を引いてね、今は真ん中に線できてますけど、109の993で線ができてますけども、ここよりも下だったら倍に入って、ここよりも上だったらセルに入る。これで、負けの可能性をね、リスクリワードを 1.3 以上に持っていくってことがあります。ただ私はやっぱりね、今は基本的には、見ていく。見るのも相場というシーズンだと思いますんで、まあエントリーするんだったらここですよね。ここに当たったらセル、ここに当たったら倍。この2点で、まずは確実に送りバントしていくことかなと思います。じゃあね、4時間の方を見ていきます。4時間だともうちょっと解説がね、楽になってくるんですけどもね。はい、4時間はどうでしょうか。昨日お話したのは、上と下ね、だんだんこう、幅が狭くなってるでしょって話をしたと思います。ですんで、これは収束に入っていて、一番いいのはね、ブレイクした瞬間にブレイクした方向についていくってやつですよ。で、そのタイミングまではエントリーしないということなんで、月間での利益額を決めてる方には向かない戦術になると思いますけども、でも月間いくら勝ちたいっていうのはやっぱりね、中級レベルになってからですよね。初級レベルは月間で、まあ勝ち越していることなんですよね。それがね、1000円でも5000円でもいいんですよ。勝ち越していれば、理論の、ほとんどとは言いませんけど、理論の多数が合っているってことになります。一ヶ月を通してプラスになってるってことは、負けが、少なくとも5割以下、勝ちが少なくとも5割以上になってることなんで、もうこれで資金を減らすことがないわけですよ。あとは、エントリーの頻度を増やしていけば、一つでも多くポジションが取れていけるってことになりますし、あとはロットを増やせるかどうかですね。このどっちかなんですよ。取引の回数を増やすか、ロットを増やすかで、勝率ではなくてね、勝ち金っていうのはずっと、積み上げていきますんで、そっちを狙った方がいいよっていうのが私の戦略ですからね。じゃあ、1時間見てみましょうか。4時間ちょっと難しい解説です。すいませんでした。1時間だとすごくシンプルですよ。こういう線引いたでしょ。1時間1時間でレンジが存在しますので、まさにね、こうダブルボトムをつけたところでは、倍に入ればいいし、ここなんてのは押し目なわけなんですよ。というのが、上昇してる途中で一旦下がったってことはね、やっぱ押し目になってますから、ここから大きく伸びる可能性が高いと。で、まさにここエリオタードを作ろうとするわけですよ、ここね。こういうふうにやって、第1波があって、第2波があって、第3波の一番長いのが第4波があって、第5波で、ちょうど、
天井に当たりますから下がっていくっていうね、推進波から調整波に変わるってことは予見できますよね。だこういうような形でエリオット波動を活用していく手はあります。でエリオット波動攻略された方は多分今回1時間でエリオット波動を見出したんではなかろうかと思いますけどね。じゃあどうですかね。今後の動きですけども、1時間で取引される方はセルで勝てる公算が高いってことになります。で1ヶ月全般的にセルの方に照準が当たってます。もう月の初めにね申し上げた通りですけどね、ただ月足はこのままでいくと陽線で終わりそうです。ただ全体の流れとしては右肩下がりは維持できてますけどね。この辺はまた月末なり9月の1日ぐらいに振り返ってみますけども、今のところはね、読み通りと言いますか、まあ読み通りですね読み通りだから勝ち越してるわけなんですけどね、まあ、あとは私のミッションとしては自分の考えがどのぐらいお伝えできるかってことなんですけども、やっぱり、ね、放送できてない部分がかなりあるなってことなんで、そこをなんとかしたいなと思いますよね。ただこのね1日5分ぐらいの放送でも何発も送られたら結構ねもう負担だと思いますんで、今のところはこの朝の解説だけにさせていただきます。あとはね個別でご質問いただいた件に関しましては随時対応していきますけども、多分そっちの方が理解深まるんじゃないですかね。今この私のね FX の相場解説もあれ100名を超える方が見るところまでは行ってないんで、毎日ね10件ぐらいの質問でしたら十分答えられますので、そうやって最初の5人10人が力をつけてくださればいいのかなと思います。はい、じゃあ以上です。